島津忠康元和4年11月22日は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。薩摩国島津氏14代当主、勝久の長男。幼名は、疫望丸。受領名は、修理大夫。別名は忠良。母は、天空夫人。室は、福永助友娘。子は、義久、藤野秀久、亀山忠義。天文4年、島津勝久の長男として、鹿児島北条に生まれる。父の勝久はこの頃、すでに守護職を養子氏の島津高久に譲っていたものの、薩州家の島津実久に焚き付けられ、返り咲きを狙っていた。しかし、国老の川上正久を殺害したことで実給の不況を買い、同年その実給により攻撃されると、忠康は生後94日にして、父母と共に、大隅国長佐野家動員氏のもとへと逃れた。その後、ねじめ氏や豊州家の保護を経て、7歳の頃に、日向国の伊藤義助を頼るも、後年は、薩摩国へ戻った。元和4年に死去、大隅国の高山正林寺に葬られた。なお、嫡子の義久は、島津義久の命により、総軍念仏寺の住持となり、次男も、僧となり、清円と名乗っていたが、義久の命により減俗し、藤野秀久と称した。ただし、この秀久も、女世と合し再び出家したため、忠康の事実上の後継は三男の亀山忠義となった。ありがとうございます。